こんにちは春風ツアーです今回はカジミエシュ・ドゥルニーのますまずポーランドの場所ですがポーランドはヨーロッパの中央から少し東よりこの赤い六角形で囲んだところですそしてカジミエシュ・ドゥルニーというところはポーランドの中では東よりこの下の方にある赤い丸がカジミエシュ・ドゥルニーです上の方にありますちょっとだけ東に寄っているところこれは首都ワルシャワです 今回のカジメシュ・ドゥルニーの十字架の丘ですがこの十字架というのはこのカジメシュ・ドゥルニーでそれを治めるためにお祈りを捧げるその時のお祈りを捧げる場所としてこのカジメシュ・ドゥルニーがある場所よりも少し高い場所なんですがそこに十字架が建てられたとこのように言われています。 この小高い丘からはカジュミシュ・ドゥルニーの村の様子が一望できます夜もライトアップして非常に光の海のようになっていてとてもきれいです今回はカジュミシュ・ドゥルニーにあります十字架の丘をご紹介いたしました